こんにちは。ホークスオシャルリポーターの加藤和子です。第2クールは投手陣による打撃投手が行われたりなど、より実戦に近い練習が入ってきだしました。そこで今年ローテーションの一角を狙う笠谷俊介投手のインタビューをご覧いただきたいと思います。バッター立たせて、投げることを、今年初だったので、とりあえずは自分のまっすぐをしっかりタイミングよく投げるっていうことを心がけようと思って投げてましたけど、まだなかなかタイミングが合ってないので、そこの修正をしていきたいです。ゆったり投げようという意識で、リリースだけで 100% 持ってくる意識で投げてました。やっぱり上半身にまだ力が入っているということなので、下半身始動で、上半身がついてくるというイメージで投げれたらもっといいなと思います。いやー、容赦ないですね、やっぱりすごいきつかったですけど、自分のためと思ってやってました。高校の方がもっと辛かったので、楽しくできてます。きつい中も、やっぱりもう7年目ですし、しっかり投げたいという気持ちがあるので、まずは怪我しない体を作って、1年間ローテで投げれるような、そういうピッチャーになりたいと思ってます。笠谷投手の今年にかける思い、まずはこのキャンプで大いなアピールをしてほしいですね。さあ、続いてはその笠谷投手の同級生、今年も活躍が期待される栗原陵矢選手のインタビューをご覧いただきたいと思います。どうぞ。本当にこうやって、全体のノックで入るっていうのは初めてだったので、すごく緊張もしましたし、難しいなと思うことがたくさんありました。やっぱり動きが、いろいろ複雑な動きもありますし、自分だけじゃなくてこうピッチャーとの、合わせだったり、そういう意味でも難しいなと思いました。でもやっぱりまずしっかり取ること、一つのアウトをまずしっかり成立させることっていうのは意識してやっていきたいなと思います。もう本当に試合に出たいという、思いが強いので、できるところは全てやりたいなと思いますし、試合に出るためなら、どこでも守る気ではいます。まだまだやっぱり守備範囲っていう意味でも狭いですし、打球の追い方であったり、そういう意味でもまだまだだと思ってるんで、もっともっと取れる範囲を増やしていくことは意識してます。まずはスピードになれるということが第一だと思いましたし、あとはしっかり自分のタイミングで振った時にどういう打球が行くのかっていうのも確かめながらやらせてもらいました。まだまだですね。まだ自分の思ってる感じと、フォームがまだ一致してないかなと思います。とにかくアピールをすることだと思います。宮崎春季キャンプは2月28日まで生き目の森運動公園で行われます。皆さんに来ていただくことはできませんが、
公式 YouTube ライブ配信やスカパーのキャンプ中継でお楽しみいただきたいと思います。それではまた。